数得点での勝利となりました。今日の90分をどのように振り返りますか？Bueno, yo creo que hemos hecho un partido completo. No estoy contento con el inicio de la segunda parte. Creo que ahí hemos sufrido, pero en general yo creo que Gamba ha sido justo vencedor.そうですね、まあ、本当に試合通して、しっかりと自分たちの支配下に置けたゲームだったんじゃないかなと、思ってます。まあ、唯一言うんであれば後半の立ち上がりのところが、押し込まれる形になってしまったんで、そこのところは満足できないですが、まあ、試合全体通して、しっかりと自分たちの戦いができたんじゃないかなと思っています。その後半立ち上がり押し込まれる時間帯になったところで、まあ、監督もご覧になっていて選手交代に踏み切られました。このあたりやはり活性化したかったというところなんでしょうか？Sí, sobre todo para intentar, ellos estaban progresando muy bien por fuera y necesitábamos estar más aplicados en defensa. そうですね、まあ、サイドから前進されてたんで、まあ、そこら辺を対策しようという狙いがありました。それで両サイドを変えられて、そこからさらにこうイサム・ジェバル選手などを投入されて、しっかりとゴールという役割も果たしてくれました。今日の選手交代あたり、ご自身で振り返っていかがですか？Bueno. Son ellos. Yo no me valoro. Ellos han hecho un buen partido, han salido con la actitud necesaria. Teníamos cansancio, veníamos de la Copa igual que ellos. Bueno, contento por ellos.そうですね、まあ、もう自分じゃなくてもう本当に選手が、自分たちの力を証明してくれると思いますし、まあ、本当に、選手のおかげだなと、常々思ってますし、選手のいい姿勢のおかげだと思ってます。まあ、本当に両チームですが、天皇杯の試合があったんで、まあ、疲労がある試合だったんですけど、本当に、示すべき姿勢をしっかりと出してくれたんじゃないかなと思っています。勝利おめでとうございました。ありがとうございました。